方面ニュースです。今回は6月24日から30日までの公明新聞市場より主なニュースをピックアップしてお伝えいたします。今回の項目は、太田代表が原油高騰対策について総理に申し入れ、太田代表の定例記者会見、北側幹事長の定例記者会見、党青年局が家電製品などから資源回収を行っている現場を視察、以上の内容でお伝えいたします。最初は25日の記事です。現在原油価格高騰により国民生活や市場経済は深刻な影響を受けています。この状況を打開するため、太田代表は24日首相官邸で町村官房長官に会い、総理に宛てた原油高騰への緊急対策を求める申し入れを行いました。申し入れでは、中小企業対策としてセーフティーネット貸付保証などの金融対策や、深刻な影響を受ける業種へ地方自治体が独自支援策を講じられるよう予算措置の実施、運送業関係や農林水産業、建設業などへの対策の実施、国民生活に関わる分野では福祉・ガソリン支援のほか、スクールバス支援や学校給食支援など地域のニーズに合わせ独自の支援策を可能にする予算措置の実施を要請、また離島生活者への負担軽減策などを求めています。申し入れの席上、同行した斉藤政調会長らは、原油急騰が各業界を直撃し倒産寸前のところも出ていると強調、総理がリーダーシップを発揮し国民への不安解消にメッセージとなる大胆な追加対策の実施を求めました。次も25日の記事です。太田代表は24日国会内で定例記者会見を行い、クールアースデーに行われるライトダウン運動や総理が発表した5つの安心プランなどについて見解を述べました。はじめに、7月7日クールアースデーということになりました。そして、ライトダウンを行うということをはじめとして、決めておりますが、まず7月7日のクールアースデーに CO2 対策として展開されるライトダウン運動について、太田代表は、我が党が地方議会で先頭に立って取り組み実施するところが増えている、さらに各地方自治体と連携を取って大きく推進していきたいと述べました。次に福田総理が発表した高齢者対策や子育て支援などを盛り込んだ5つの安心プランについて、太田代表は、我が党が今まで言い続けてきたことが政府の主張になったと高く評価した上で、中身は党として具体的に提起させていただきたいと述べ、このプランに党の考えを反映させていくことを示しました。続いては27日の記事です。北側幹事長は26日国会内で定例の記者会見を行い、今回新しく発刊された公明パンフについて見解を述べました。皆様のお手元に雑誌公明が入っているかと思います。7月1日付で、公明党パンフ、公明グラフの臨時増刊号でございますが、これを発行をさせていただきます。今回のパンフに掲載された政策内容は、元祖無駄ゼロ公明党の挑戦と安心の暮らしへの2つの柱で構成されています。まず第1の無駄ゼロ政策では、国会議員の歳費と国家公務員幹部職員の給与を 10% カットすることをはじめ、県知事など首長の退職金見直しや会計検査院の機能強化による行政の無駄削減など徹底した無駄ゼロ対策を提唱しています。
第2の安心政策では、国民生活における衣、食、住を守る政策をそれぞれ提唱。衣、命を守るでは、病院、たらい回し対策や、がん対策など、医療政策の強化。無年金、低年金者のための制度の改善。介護従事者の報酬引き上げなどを訴えています。職を守るでは、正規雇用の拡大や若者、女性、高齢者の雇用拡大に向けた中小企業への助成制度の拡充、中小企業の経営安定化に向けた金融支援の強化などが盛り込まれています。また、職を守る観点から、食料自給率の回復を目指した農業政策も提示しています。そして、住を守るでは、住宅ローン減税の延長や、自動車重量税の引き下げ、国民生活の安全のために、地域安全安心まちづくり推進法の制定などを推進しています。今回のパンフについて、北川幹事長は、マニフェストではないが、次の衆院選のマニフェストの方向性を示す政策と位置づけている、と述べた上で、できるだけ多くのものを来年の予算に反映できるように頑張る。また、数年のうちにできるよう頑張りたいと語りました。最後も27日の記事です。当青年局は26日、神奈川県相模原市の横浜金属株式会社を訪れ、携帯電話などの家電製品から資源回収を行っている現場を視察しました。こちらでは、携帯電話やテレビなどの家電製品を解体・分別し、電子基板などから金や銀、プラチナ、レアメタルを取り出す再資源化を行っています。一行は工場内で資源回収の現場を視察しました。なんでこうなるかというと、泥状のものを乾燥させて焼きますから、まだ穴がいっぱいです。ちょっと素焼けしてみますと、色が暗く見えるので、これで130キロに対して 0.1 グラムで持ってぴったりします。資源回収現場の視察の後、関係者との意見交換が行われました。この中で、同社の比嘉社長は、国内の携帯電話の回収率について、以前は3割だったが、現在は1割程度に落ち込んでいると指摘。金や銀、レアメタルなどを再資源化していくために、回収率向上へ向けた施策を講じる必要があると強調しました。以上、公明ニュースでした。